Amazon Web Service Japan のアンジと申します。AWS ではですね、本日4つのワークロードでソリューションを提供させていただいております。コンテンツ制作ポストプロダクション領域ではクラウド上にですね、制作環境を作ってですね、皆様のお手元ではパソコンですとかそういったスペックが低い端末で操作ができると。で、その作ったコンテンツをクラウド上にすぐ保管して活用ができるといったような内容を展示させております。こちらのコンテンツ&ワークローの管理では、ここが機械学習と絡めたソリューションを展示させていただいてまして、作ったコンテンツの中にある情報をですね、機械学習の情報処理を使って引き出して、コンテンツ活用に生かしていただくようなソリューションを展示させていただいてます。コンテンツ配信&創出のソリューションにおきましては、 AWS エレメンタルのソリューションがそのままクラウド上に乗って、ソリューションとして提供させていただいてます。で、こちらについても機械学習と絡めた配信創出の、デモ展示をさせていただいております。それぞれの領域で、ソリューションを展開してますが、そちらの詳細につきましてはホームページ上で、AWS メディアサービスで検索していただきますと、検索できますので、ぜひご詳細ご確認ください。よろしくお願いいたします。